何を言っている。 今思い返せば、私のわがままのせいでこの悲劇を招いたのよ。ヴァンパイアにもかかわらず人間のような生活に憧れて、私のわがままな願いを叶えるため私は逃げた。私はローラ、 ヴァンパイアの姫、今は城を失い王も失った。人間の世界をさまよい続け3年、私の血をもって私の願いを叶えるわ。探してみせる。ねえパパ、どこにいるの。 ようこそ冒険をタップして、この物語の主人公キュラと一緒にこの世界を旅しましょう。これがトワイライトロアの世界よ。これから多くの試練がキュラを待ち構えているわ。キュラと彼のお姉ちゃんライカが事件に巻き込まれたみたい。行ってみましょう。ステージをタップしてトワイライトロアの壮大な世界を体験してみましょう。 戦闘準備はこれでよしっと。ここの敵は大したことないはずよ。恐れることはないわ。素晴らしい。相手は貴族生と貴族生の敵を召喚したようね。敵に対して有利な属性なら
攻撃時に敵から攻撃を受けた時は、火属性の敵には水属性のキャラクターで攻撃すれば、この火属性の敵には火属性の覚えられなくて、召喚する時が来たわ。召喚にはダイヤの消費が必要。主のために戦うのだ。私は不屈の勇士。召喚した仲間を早速パーティーに加え、召喚した仲間を早速パーティー編成を、空いてる位置を選択。さあ、先ほど選択ボタンをタップ。さあ、引き新しいステージが開放。ここは助っ人を選択する場所よ。助っ人の情報はここ。バトルをタップして、牧師たち。ここに表示されるのは、アイテムをタップして、そう。
ドラゴンスラッシュ。